右足90度で、左足は後ろで倒す、もっと。ちょっと待って、何それ、ちょっと待って、全然わかんないんですよ。わかるでしょ、わかるでしょ。待って、90度で、こうね。こうね。で、左の足を後ろに。そうだね。で、前に倒す。くるっと。そうそう、お尻が伸びます、お尻。あ、これ気持ちいいかも。そうそう、これ結構いいっすよ、これ。どこが伸びてんだ、これ。股関節か。これ、股関、お尻ですかね。お尻の方。お尻か。はい。前に倒す。やばい、私中村みたいなんだけど。ワニみたいになってる、ワニみたいな。じゃあ次反対、反対、次反対足。しっかりグッと。こうで、こうで。そう、前に。前に倒す、そうそうそう。こう。そう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 。おお、やるかやるかやるか。おお。いいじゃないですか。いい感じ？いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、OK。はい、次。次は、今お尻と後ろ伸ばしたんで、次前伸ばします、前。前は、右足前出して、左足後ろで、股関節グーッと伸ばします。そうそう。で、今どっち足後ろですか、それ。今左足が後ろ。そしたら右手で左の足をこうやって持つ。グッて。え、むず。ちょっと待って。そうそうそう、右手で持つ。そうそうそう。右で、逆に伸ばして、こう逆？手逆？そう、手逆ですね。だから、そう、反対の手に下ついちゃってもいいんで、しっかりと手がない。いてー！そう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 。で、やったら、はい、次反対、反対。結構、前伸び、伸びますよね、前。前ね。やばい、疲れた。なんでまだストレッチじゃん、ストレッチじゃん。嘘でしょ、これまだ本編始まってないけど、やめてよ。手ついてるのにグッとグッて、そうそうそう。みんなできてる、やってる人たち。これできますよ、これももの前に伸びますよね、これ。確かにめっちゃ伸びてる。そうそうそう。はい、じゃあ足は OK です。OK、ちょっと待って、一回スムージー飲まないと死んじゃう。なんでスムージー飲めば痩せるってわけじゃないっすよ。まあ形から。スムージー痩せないの？スムージー。そう、で次前グッと、前グッと伸ばして、そうそうそう。で次、はい、こっち、こっちで、こうやったら次こっちグッと伸ばして。なんだなんだ、笑わないで一生懸命やってるのに。結構真面目にやるんですね。本当に当たり前じゃん、この髪はみんないないよ。あー、やっぱでも、やっぱ痩せたいんですか。痩せた。え、痩せたいんですか。痩せたら、もう本当にこの自粛期間で、だからそのロケ弁でめっちゃ太ったんだよ、最近私。あー、ロケ弁美味しいですもんね。そうなんだよ、もう本当に、しかも私なんかさ、一人だからマネージャーとかいないから、一人で行くのに弁当3個とかあるじゃん。で、肘持って後ろに。あ、確かに、そっか、弁当3つもあるっすよね。だからちょっとロケ弁がなくなった間に、なくなって今ないじゃん、ロケ。なるほど、倒す。それの間にめっちゃ痩せよっかって、ちょっとやばい、私、なんか、クワバタロオハラの YouTube ぐらい喋るんで、クワバタロオハラ YouTube 見たことある。あった。こうね。はい、倒す。はい、いいですね。はい、じゃあ最後ね、最後。右手ついて、で左手で押さえる。で、後ろに倒す。これ気持ちいいっすよ、結構。え、待って、ちょっと待って、ちょっと。遠心。もう一回やって。右手を。右手を押さえて、左手で持つ。うん、持つ。でも右手の方にちょっと後ろ、ぐーっと倒すと、ここが伸びる。なるほど。結構気持ちいいっす、これ。こう、合ってる？こんな感じ？伸びてます？伸びてる。なんかヨガみたいな。反対。そう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 。反対です。
あ、腕も結構伸びるね。伸びますね、これ。これ気持ちいい。はいはいはい。よし、OK。よし、じゃあやりましょう。やば、もう汗かいて、待って、暖房切る。立ち。どんな筋肉つけたいんですか、ふわさん。私はなんかムキムキというより引き締めたい感じ。あー、なるほど。まあ、ちょっとすぐには引き締まんないんで、まあ、ちょっとベーシックな基本のことをやりましょう。基本のこと。じゃあ、腕立てできます。腕立てか。腕立て、私、どんな、待って。膝つくやつ。あ、どっちでもいいっす。でも、女性なんで、やっぱ優しい感じだほうがいい。膝をつきましょう。ついていいですよ。あ、なるほど。膝つけて。そうそう、僕はそのままやりますけど、膝つけて。で、膝つけてる時のポイントって、うん、こうやって丸くなっちゃったので、しっかりピンと伸ばす。なるほど、なるほど。伸ばして、で、膝しっかり曲げて。そうそうそう。で、そっから下にしっかりと下ろしますくって。うわっ、肘パキって言っちゃった。じゃあこれ10回いきましょう。10回10回で OK。 じゃあせーの、1、2、3。見てる。そうそうそう、いい。あ、4、あ、きつい。5、頑張ってファイト。いいな、天心が見てる。7、頑張れ、田中未来になるんだ。8、9、やばい、やばい、10回目下でキープ。はい、10、はい、5秒キープ。1、2、3、4、5、はい、上げましょう。はい、キープ。そんななんだよ、そんな。以上ですか？もう終わり？そんな、え、うわさん、いや、ゴミはキープめっちゃきついわ。やっぱ一人じゃできないんですよ。一人じゃできないです。難しいですよね。なるほど。なんかこう誰かが頑張れとか追い込んでやれとか 言わないとなかなかできないです。僕はこれ一人できないですもん。あ、そうなの。パーソナルとかでついてもらってて、うんうん、あともう一回とかっていう風に追い込んでもらった方が。確かに、めっちゃ良かったわ、そのラストいい、なんか部活やってた人たちはみんな心に聞くと思う。確かに来ますよね、来ます。今度ちょっと違う筋肉感じですけど、うん、今はこう まっすぐだったんで、次ちょっと広めでいきましょう。広めで、うん、え、また腕立てえ、くわー、ごめんなさい。え、大丈夫ですか。まあ、まあ、もう痛いです。大丈夫ですか。よし、頑張りましょう。頑張ろう。目標は未来だ。行こう。次、広くして、で、なるべくちゃんとこう、丸くならないことですね。ちゃんと丸く伸ばす。で、膝しっかり曲げる。で、肩幅より倍ぐらい開いて、はい、で、顎をつけましょう。顎しっかり。で、しっかり戻しと。そうそうそう。じゃあ10回いきましょう。はい。いきまーす。はい、1、2、2、3、はい、3、4、4、5、5、6、頑張って。6、はい、7、頑張って。
まあまあ、めちゃくちゃでも、やっぱこう、なんですかね、その、女性の方ってこう、お尻引き締めたいとか、いろいろあるじゃないですか。うんうんうん、でも、やっぱそこだけやってても、よくならないですよ。全身、やっぱ綺麗に体にしないと。なるほど。そうそう、ダメだと。マジで言ってること、正論。そうなんですよ。だからご飯とかも偏ってたら、ね、うん、ダメじゃないですか。確かに確かに。そう、全部偏ってたらダメじゃないですか。一緒っすよ。ちょっと待って、あんた正論傘にしてこないで。ごめんなさい。じゃあ次、腹筋いきましょう。腹筋。腹筋で。腹筋できます。得意ですか。腹筋普通の腹筋ができる。こんな感じでしょ。あ、普通の腹筋ですか。じゃあ、まあ、普通の腹筋もそうですけど、うん、まあ、最初普通の腹筋やりましょうか。普通の腹筋の、ポイント、うん、ポイントみんな多分なかなか意識わかんないと思うんで。確かに何のポイントっていうかと思うんですけど、なるべくついたらここは動かない。この足をこう上げたりしない。このままつって一回ついたらしっかりとついて、このままそう、このままでやってみてください。多分難しいと思います。マジか。ここが動いてんだ。じゃあ普段このまま で、あとはしっかりと、できる限り寄せる。そう、寄せて腹筋するとなかなか当たりづらい。家具の配置が悪かった。もしそうなんだよ。そう、うわ、寄せてんの。待って、私動いちゃう。ちょっと待って。そう、本当だ。まあいいです。まあいいです。なるほど。めっちゃ動くんだね。ちょっと、じゃあ10回いきましょうね。じゃあ10回ちょっときついかな。7回いきましょう。7回。はい、いきましょう。はい、後ろにして、はい、せーの、はい、1、おえ、いいね。2、いい。3、はい、4、はい、5、結構できるの。5、はい、6、6、はい、7、7、もう一回、もう一回、なんて言ったじゃん。はい、もう一回、なんて言ったのに。10、ラスト、あー、オッケー、いや、素晴らしい。ちょっと待って、あんた約束破るのはやめてよな。結構きますね。でもやっぱあれだね、後半になるにつれて足がどんどん動いてきちゃうから。ここはまあそれは仕方ないですけど、でも思ってたよりできたんですね。いや、めっちゃすごい。伸ばしましょう。すぐ筋肉痛になっちゃうんで、伸ばす。お腹通りますね、これ。こんな感じ。そう、ぐーっと伸びる。すごい、天心の頭から私が生えてるみたいだよ。はい、次、じゃあ次はキープですね。キープしましょう。ちゃんと、ここから腹筋と一緒の形なんですけど、うん、足と顔を上げて、うん、まっすぐ伸ばす。こう、そうで、それだとちょっとずるいから、あ、体をちょっともっと後ろ。自身マジでずるいって言わないで。待って、ちょっと後ろに。キープ。このね。そう。キープを10秒します。はい、いいよ。まだ大丈夫です。Okay. ちょっとサーキットみたいな。10秒します。はい。Okay. 10秒やったら次、膝を。うん。10回。こんな感じ。そう。6、7、8、9、10。OK。で、それやったら次、足を。10回。何個あるわけ。うわ、それしんどそう。サーキットが。これがまたいいサーキット。そうですね。OK。大丈夫ですか。 OK。 いきます。はい、じゃあキープします。はい、せーの、キープ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、バタバタします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
十、はい、足上げて、はい、て、はい、下ろして、はい、一、二、で、さあ、頑張って、四、頑張って、五、頑張って、六、七、負けるな、頑張れ、勝って、頑張れ、十、頑張れ。やばい、顔真っ赤になっちゃったな。でもできるじゃないですか、全然。いや、しんど、めっちゃ顔赤いわ。全然できるっすね、思ったよりできるっすね。やばい、負けるなは聞くね、頑張れ。いいわ。いいですか。すごい、ほら、私もさっきよりどんどん天使に似てきたよ、なんか。いや、似てきた。いや、そんな調査するな。僕もなんか、そうやったら似てきた。似てきたよ。くぁ、効くね。効きますか。じゃあ、まだ痛いもん、なんか、すごい。そうです、結構、まあ、こう連続でやるといいかもしれないですね。いいね、これ痩せそうだ。はい。じゃあ、腹筋、じゃあ腹筋最後ね、次腹筋最後。次、最後。あと、じゃあ、腹筋1個やって、うん、であとちょっと体幹1個やって、うんうん、でスクワット1個やってみたいな。見て、ラストの雰囲気出してから2つぐらい追加できた。鬼鬼鬼子だって連絡言ったじゃないですか、鬼ですよって。本当に俺ですよって言ったじゃないですか。やるって言ったんだから。まあ、やるって言ったんだから。オッケー、ラスト。次、ちょっと腹筋、まあ、これ面白い感じの難しい感じです。はい。うんうん。今のこれ足上げなんですけど、うん。これで、数字を書きましょう。数字をね。数字を書くのね。1、2、3、4、5って。それを10まで書きましょう。あ、足で数字を書くのか。なるほど。で、しっかりと大きくね、これもちっちゃくダメですよ、ちっちゃくこうやってちくしょう、ズル、ズルが最初に大きく OK、もし余裕あったら最後に天使の似顔絵描くわ。なんで足で書いてください。じゃあ行きましょう。いや、絶対これきつい、俺だってきついもん、これ。いいですか見て、皆さんも料理できてるのかな。いきまーす。はい。1。はい。2。2。いいね。3。上から。3。4。もういいね。あたし、4こっちのタイプで書く。5。それはもう。はい、5も先こっち書いてからこっち書きたい。ダメダメ、それずるい。6。大きく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 、はい、7。はい、1個ちょん入れてからね。ビーン、ちょんからさ、こっちくそ。8。はい、8。大きく大きく大きく。8きち。はい、9。はい、回して上から下に。はい、はい、10。はい、頑張って。うわ、さっきと同じ位置なのにめっちゃきつい。はい、はい、似顔絵、はい、似顔絵からの天心の顔丸描いて。そんな大きくない、そんな大きくない、そんな大きくない。にっこり髪の毛鼻がない、はい、鼻おしまい。どうですか。で、結構できるじゃないですか。きちい。これ多分マジで気にしてなると思うんで。いや、もう髪の毛はもうこんな、やだ、もう髪の毛爆発しちゃってんだけど、まあ、最悪。まあまあ、治るのに。じゃあお腹どうですか。お腹結構きてますか。お腹めっちゃ効いてる。あ、お腹きてるか、うん、じゃあ最後、あれですね、スクワットだけ1個やりましょうか。スクワットやろうか。全然、あの体幹のやつももしみんなが知りたければ全然やるよ。いや、まあ、体幹はまあまあまあ
置いといて。スクワットが最後にきっちり登ってきた。いや、スクワットやりましょう、スクワット。え、フワさん、ジャンプしてもどうですか、大丈夫ですか。まあ、ある程度は、まあ、なるべくちっちゃめにジャンプするわ。スクワットなんですけど、スクワットまず普通に、普通のスクワットやりましょう、普通に座るんですけど、まあ、全部座らなくていいんで、で、なるべくこれ、ポイントとしては、膝、うん、膝をつま先より前出さないように、やります。ちょっと待って、これ難しいな。どうやって、アングルわかんないな。確かに、ちょっとアングルがむずいね。顔が若干入りにくいけど。顔わかんないかもしれないですけど、こうやって、こういうのダメ。膝がつま先がこう、下がんない、出ないように。そう、こういう感じ。こういうことか。そう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 。うん。で、これを10回やります。普通に10回やります。うん。10回やったら、次は、思いっきりしゃがんで、上にジャンプしましょう。ジャンプ、上にジャンプで。これは膝出しちゃいけないの？これは別にそんな意識しなくていいんで、しっかりと大きくジャンプして。そうそう。そうそう。で、それジャンプ10回やったら、10回目で、キープ。キープ。また来た、キープ。キープで30秒これ。キープ30秒。これで終わりです。これで終わりです。オッケー。キープ30秒。そう、キープ30秒。これラストだったらできます？これラストだったらできる。めっちゃ気合い入れるわ。確かに。ボリアの気合いの入れ方じゃん。はず。あ、いいね。でも俺ファッションやら以来だ。オッケー。ちょっと待ってね。こっちの方がいいのか。よし。みんなラスト頑張ろう。いきます。はい。試験者なんでいきまーす。せーの。1。そうそうそう。2。はい、3。はい。はい、4。4。はい、5。5。はい、6。6。そうそう、7。しっかりとお尻。そう、はい、8。9。9。10。10。ジャンプ。1。2。なるべく降りるときに音立てないように。ふっと飛んで、すっ、はい。ちょっと。3。そうそうそう。4。ほい。ほい、ほい、ほい、ほい。お、何それ、かっこいいやつだ。つまり6。7。よいしょ。8。9。頑張って。10。はい、キープしまーす。はい、この開脚するやつ、やんないでよかったわ。キープ。これめっちゃきつい。あ、待てよ。10秒経過。キープ、しっかりキープ。もっと下げて。ほら、艦長。下がらないよ。あと10秒。1、2、3、もっと下。5、6、7、最後3回思いっきりジャンプ上に、はい、1、2、4、3。オッケー。めすごい。あんだ今日2回も騙したね。騙した。え、わかんないよ。ラストの3ジャンプ気づかなかったぞ。え？いや、お前結構きついっすね。めっちゃきつい。かぁ、これ、すげえきつかった。どうだった？やばい、マジで。体中の筋肉が、喜んでる。私たちが呼んでくれてありがとうってみんな、筋肉が喜んでます。そうですよ。こういうトレーニングをやって、で、ちゃんとした食事とか。なるほど。できれば、まあまあ。ごめんなさい、エンディングトークできる余裕がマジでないぐらい。
結構疲れます。疲れめっちゃ疲れる。でもこれめっちゃいいよ、あんた。これ自粛のおうち時間全員に有意義になることしたよ。あ、本当ですか。じゃあちょっと俺ら結構良かったっすね、うん、いやめっちゃあと 5ヶ月休憩したら次来たわ。5ヶ月いやでもこれいいね。ちょっとこれ続けたらめちゃくちゃ絶対体変わりそう。まあ変わるっすね。変わるし、しかもこうまだまだいっぱい目にあるし、マジで一人じゃ難しいじゃないですか。マジで一人じゃ難しい。だからこうなんか電話とか会話しながらやったり。なるほど、うん、なんか頑張れってやってもらった方が人って頑張る気になるじゃないですか。そうなんだ。そうなんだね。まさか天心にそれを教えられるとはな。いやめっちゃ良かった。これいいね。やっぱパーソナルトレーニングってこういうことなんだね。めっちゃいいわ。楽しい。それ2時間やったりとか結構やってる。2時間やんの2時間しいじゃん。多くて3時間ぐらいやって、で終わってそこからトレーニングしてみたいな。マジ言ってんの。いやまあ確かに、あの親父だったらやりそうだな、天心の。そうですね、父ちゃん結構きついんで。どうせ3時間みたいな、ね、うわ、はい、めっちゃ楽しかった。でもこれあの弟、私の弟が天心ファンだからさ、あの弟も見てるから、フワケンが。マジで。ちょっと急にチャレー怪し方してくんな。ありがとうございます。楽しかった。ありがとう天心。ちょっとこれみんなも、そうそう、あとはトレーニングし終わったらちゃんとあのこうストレッチした方が効果はあるんで。あ、なるほど。でそうで疲労回復にもいいんで、ちゃんとストレッチは。ストレッチ結構サボる人いるんで。なるほどね。ストレッチってあの最初にこれやる前にやってたやつでいいよ。あのやったやつとか、あとはちょっと自分がなんか気になるなとか。でストレッチも1回より2回、3回ぐらいやった方がいいんですよ、うん、マジで。やった方がちゃんと伸びるんですよ、体って。あ、そうなんだ。でも今こう体がほてってるじゃないですか。で、あったかい状態なんで有酸素運動にもなるんで、最後ちょっとスリッツとかやった方が、うん、まあ脂肪燃焼もいいし、うわ、何でもいいですよね。いや、ほんとごめんなさいね、せっかく有意義な話してんのに。いやいや、全然そんな感じですかね。いや、すごい、ほんとにみんなもめっちゃ喜んでるわ、コメントで。お金払ってでもやってほしいって言ってる人もいた。あ、本当ですか。いや、なんか結構オンラインでも、ね、やれればちょっとみんなに教えたい。どうで、これありだわ、オンラインパーソナル。いいですかね。じゃ代わりに今度英語教えてください。英語いいね。ちょっと交換留学みたいな感じでやろう。交換留学またなんかちょっと体動かしたいなっていう時に、僕ちょっと今の時全然やるんで。やろう。ちょっとまだすぐに。ありがとう、本当に天心。じゃあ、私はあのデザートのスムージーで失礼します。